あ、今平気？あ、ほんで？やだ、お父さんに流れ変しないでよ。もしもし、大丈夫？お腹大丈夫ですか？バイオリンやってる先輩がね、君の学校の卒業生だったんだ。3年の時の担任がやっぱり英語の先生で、今は2年生を受け持ってるはずだって言ってた。君の担任だろ。宇崎先生、会えないかな。先輩も久しぶりに先生に会いたいって言うし。会おうよ。宇崎先生には先輩が連絡するって言うから。いやいや、それは。そっちが連絡取ってくれる？ああ。じゃあ頼むね、よろしく。いや、ちょっと、ああ、もう最悪。ソータ。おい、ソータ。あ、悪い。親父がリモコン知らねえかって。兄ちゃん、一生のお願い、聞いてくれる？無理。やっぱ絶対無理。俺が宇崎先生の代わりなんてやれっこねえし。え？しかも何でかグラサンにトレンチコートだし、その上会うのは卒業生だし、顔見たら一発でバレちゃう。大丈夫だ、卒業してから何年も経ってるから。これだから厨房は。俺は高校生だぞ。どっからどう見ても30過ぎる親父じゃ見えねえだろうが。あ、ごめん先輩、少し遅れるって。宇崎先生ですか？はじめまして、郡上です。宇崎です。コーヒー。はい。クリームソーダ。はい。アイスコーヒー微糖で。はい、かしこまりました。なんか違うな。先輩の話を聞いた感じだと、もっと年上でおじさんのイメージがあったんだけど、全然若くてかっこいいですよね。毎日キラキラ輝く子供たちと過ごしていると、年々こちらも若返りますと言いますか。キラキラ輝く子供ですか？ええ、特にこの松木君は誰よりもキラキラ輝く子供で。先生、あ、すいません、先輩来たので見てきます。帰って。ん？先輩が来る前に早く帰って。もうあなたは適当なこと言っとくから。アイスコーヒー微糖は。いいから早く。だっバカなことさしやがった。これ先生が置いていったって言っとけ。兄ちゃん頑張れよ。十分。兄ちゃん、100円かよ。どこ行ってたんだよ宇崎先生は。なんか急用できちゃったみたいで。これうちらの。ああ、先生帰っちゃったのか。あ、佐伯先輩、あ、すいません、なんかせっかく来てもらったのに。あ、いや別に君が謝ることじゃないよ。いや本当すいません。じゃあこれで。聞きたいことあったのにな。保健室の落書き先生見てくれたかどうか。何のこと？ん？あ、そういうことは、その佐伯先輩があの落書きを。じゃあ本当なんだ。わかんねえ。よくわかんねえから調べてみるか、ふざけんの正体。うん、徹底的に暴いてやろうぜ。それなら。行ったんだろう。まあこれでいて何もなかったな。もう終わりかよ。え、ねえ向こう。お、
ふざけんだろ。なんか変だよ。でも死な。誰か呼ばなきゃ。救急車、救急車だ。先生大丈夫。先生、先生しっかりして。しっかり。先生大丈夫。先生たちが救急車呼んでくれたんだって。宇佐健は眠ってる。大丈夫なんですか。大丈夫けどすごい血が。ああ鼻血じゃない。あの転んだ拍子に鼻ぶつけちゃったとか。あ、女子生徒の体操着拾って興奮して鼻血ブーとかね。何言ってんすか。どうしてごまかすんですか。ごまかしてなんかない。俺らが子供だから。鼻血ブーとかふざけやがって。そうちゃん本当に大丈夫なんですか。先生大丈夫。ちょっと弱歩くしただけだから。本当大したことないから。送ってくよ。いいです。じゃあタクシー呼ぶね。自分たちで帰ります。じゃあお家の方に連絡入れとくよ。心配してると思うから気をつけて帰んなさいよ。そうた、そうた大丈夫？何が？先生倒れたんだって。あやま先生から連絡いただいたの。でも心配いらないって。あんたたちが心配することがないからってあやま先生が。別に心配なんかしてねえよ。うん、じゃあご飯食べなさい。あんたの大好きなオムライス作ったから。はい。ああ。食べんのよ。ああ。そうた。お父さんです。うっせえな。心配してねえっつってんだろ。電話。うちも青山先生からお母さんに電話があったよ。聞いた？宇崎先生しばらく入院するって。あ、そう。先生そんなうざいのがいなくてさ。大したことないって言ってたけど先生の様子普通じゃなかったよね。宇崎先生はご家庭のご都合によりしばらくお休みします。先生が今後担任代理です。ご家庭のご都合って何ですか。君たちが気にすることじゃない。出席取るよ。阿部和也。はい。伊藤裕樹。はい。宇崎先生が公にしてほしくないようだし生徒がお見舞いに殺到しても困るしね。殺到するわけないと思うけど。みんなうざけのことなんか。君たちも宇崎先生のことやっぱりうざい。そりゃちょっと不愛想なところがあるかもしれないけど先生にだっていいところいっぱいあるはずよ。あんな落書き残す生徒がいるんだもの。きっと内心では生徒のこと一生懸命考えてる。言葉にしないだけで誰よりも生徒のことをすごく思ってるんじゃないかな。